んばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なりました実は寝落ちをしておりましたすやーって。こんばんは。こうやってね、そう、今まだね、なんか視界がね、ほらなんかちゃんと見えてるけど、まだなんかボーってなってる、今頭の中がこんばんは。ニコちゃん可愛かったけど見られなかった。いやいや、ありがとう。何分前に起きたっけ。何分前に起きてたっけ。やばい、頭が回ってない。20分前とか15分前とかの時だいたいそのちょっと嘘メンバーはでもそう、ももちゃんってそう、こんばんは、こんばんは。喋り方的には起きたかったですさやとと、お話し会かな、お話し会隣で今日はと、こう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 でアイコジリネタンサーヤンと一緒に座って4人で固まって座ってました。みこさん姿の下のちょっとスニーカーは見ちゃダメだよ。話してるの？もし気が向いたら来てください。待ってます。
ばんは。大屋敷、大屋敷。そう、今日巫女さんが大量発生しておりまして自分もくいっぱい、自分もね巫女さんだったから、いっぱい巫女さんがいて神社状態になってた。だから今日、そう、にゃん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 、こんばんは、こんばんは。おみくじ用意してたよ。差し入れのお汁粉はまだ食べてない今日はね、お話し会で、ね、お汁粉は持って帰ってきたんだけど、そう、ゆこさんのコスプレ本物だったらね時間かかるかもしれないけど、コスプレのやつはね、結構すぐ切れるかな。エースおしるこ出たんや抹茶とおこしあん、私こしあん選んだんですけど、お弁当も美味しかったみたいな。お弁当もちゃんとあったけど、そう、でも今日はあんまりお腹が空かなくて、そう、終わった後みんなと話した後はお腹空いたんですけど、やっぱりみんなの気持ちとかをもうね伝えてくれるたびに、すごい、なんかもう1時間目も2時間目もずっと涙を我慢してそう、3時間目も我慢して、そう、みんなってファン、そうそうそう、なんかいろいろそれぞれみんな考えてくれてる、なんかいろいろもういっぱい思いを伝えてくれた方とか、わざとその話題には触れずに楽しい話をしようって考えてくれてる方とか、ちょっと涙目の方とか泣いたのかなってっていうちょっと目をされてる方とかいろんな方がいて、本当にもうすごいみんな私のことを考えてくれて、すごい優しい言葉とかくれて、そう、ギャグでスタートしてるそれをね前向きにしてくれてたでしょ、そう、めっちゃ泣くの我慢してたりくれたり涙が出てきちゃってる
もう来るぐらいね、寂しく思ってくれる人もいて、みんなそれぞれ すごい気持ちが伝わってきて、うまく伝えられないけどうまく伝えられないけど、もうずっと本当にみんなと出会えてよかったなって思いながら話してた。今日もありがとう、ありがとう。またね、今日とか明日用事とか話せないよって方もまた話せる日を楽しみにしてるね。そうこんな話聞いた人は大丈夫私もね、結構もう1時間目も2時間目もみんながたくさん思いを伝えてくれてて、もうずっと、もうずっとやばかったなるべく笑顔でいたつもりなんですけど、今日はちょっとね、なみなめじゃないって聞かれたりもしたんですけど、そう、使いに行くよ、待ってる。涙がぐっとこらえて大阪ではない、ああね、一人になるとうるっとするけど、おもちゃの前ではなくない、ありがとう。私もなんかお話し会って、あの本当だったら、あの連続で、あの一人の方とお話ししたら3秒後に次待っててくれてる方と話すんだけど一人の人の話して一回ちょっと止めてってして、またちょっと時間空けないと号泣モードに入りそうだったから、本当に一回ちょっと止めてってしてってみたいな感じでした。そう泣かないようにと思って、あのモモンガのぬいぐるみ、あの持ってってここに置いてたんですけど、こんばんこんばんは、あ、そう、叱ってみろっていう、あのモモンガです、うん、最初からって、そう、最初からもう、待ち時間一人なのになかなか始まらないときさせてください、本当に。そう、0年待ちなのに時間があったなんか遅いなと思ったらちょっと、うん、こんばんは、おちゃん、こんばんは。叱ってる、あっちに置いちゃった、ごめん。すごい心配されたいや、心配するよ。こんばんは。おばめのみこさん。みこさんおもちゃんショット素敵です。
ありがとう。ありがとう。メールもありがとう。全然ごじってなかったかな。すんごい寝落ちする寸前にメールメールって思ってたんだけど。こんばんは、こんばんは。逆にごじってないと心配になる。逆に？あ、ごじなかったな。さあ。いや、でもなんかこんなにいっぱいね、大切に思ってもらえて、そう、いつもさ伝えてもらってるけど、みんなにはめっちゃ伝わってるけど、今日はより伝わってきて、もう本当に本当にね、すごい幸せだなって感じました。こんばんは、こんばんは。話し終わったらめっちゃ楽しくなって、もう死んでも話が始まった。ほんとありがとう、待ってるよ。涙こらえた。うん、そうなんよ。多分でもみんなも多分我慢してくれてたから、なるべく私もと思って。お話ししてて大切に思ってくれてることがより知れて嬉しくて、当たり前じゃん。当たり前じゃん。今日も話しかありがとう。泣かずに話してよかった。もうかはもう本当にやばかったよ。本当に嬉しい言葉いっぱいで。今日ももーちゃんの優しさに助けられた。全然本当に。そう。ユニアが会えなかったから明日会いたいって。本当？会いたい。明日もいろいろ思い伝えます。ありがとう。明日よろしくね。よろしくね。明日も早起き頑張るぞ。にゃんにゃんにゃん。終わった瞬間ちょっと泣いた。いや、もうかも、もうかも多分。来週リアルでいつも通りブロブロ今来てください。明日、明日、明日も今日と一緒かな。今日は7時何時に起きたかな。今日7時8時ぐらい、7時8時前ぐらい。そう、皆さんも耳キツネ耳みこしの日さ、うん、あったよ。お話し会の日のルーティーンは、そうですね、朝起きて顔を洗って
急いでスキンケアをして、それでまず下地とファンデーションを塗って眉毛を描くんですよ。そしてそしたら服を着て、で前髪は今日はやってないわ。でとにかくそう、その下地のファンデーションとみたいな、肌と眉毛だけ終わったらすぐ家を飛び出てで車の中でもう大抵本当に起きれないんですよ。あのね、結構お寝坊さんなんで、あのお仕事の時間には間に合うんですけど、その全部メイクする時間がないから、車の中でまずお目目塗って、マスカラしてファンデーションして口塗って、で顔のメイクを車の中で完成させて、髪を会場で30分でやるっていうルーティンです。いつもちょっと肌だけは結構大きい鏡でやりたいんよ。そう、動くなくなってきて、なんか赤信号で止まった時にこうアイラインを、朝ごはんは今日はあったんですけど、パンがちょっと持ってくるの忘れてしまって、コンビニで買いました。でも今日は紙ゴムを忘れてしまって、焦っててリネタが貸してくれました。何パンが好き？私メロンパンが好きなんよ。すごいメロンパンが好き。荷物は前日に準備してる。でも逆にそう、リネタ神だよ本当に、ありがとうそう、そう、準備は私逆にめっちゃ夜に準備しちゃうのね。寝る前にすごい何回も確認しちゃう人で、これ持ったかなっていうのを全部めっちゃ何回も確認しちゃうから寝るのが遅くなっちゃうよ。もうなんかそれを しないと気が済まないというか、焦っちゃうの朝だから、絶対にいるものをこう入れて、まあ今日は紙ゴム忘れてきてしまったんですけどお仕事戻ります。今日本当にありがとう、明日もよろしく。おー、行ってらっしゃい、よろしくね、頑張ってね。そう、今日めっちゃ可愛くてポニーテ返してきてる。本当嬉しい、ありがとう。桃が好き、桃が好き。ユキエスみたいに着て寝る、そうよね、着て寝るのもあり、すぐ飛び出す前の日の準備、そう、前の日の準備ね、めっちゃ。でも時間かけてやっちゃうから寝るのが遅くなっちゃうしみたいな。衣装着替えるの、どうだろう。でも朝の私はめっちゃ本当にめっちゃ素早く動く。もうはめっちゃ寝たいんよ、寝れる時間までは。だからすんごいちゃん寝て、でもその代わり起きたらもう素早くスタスタスタって準備するっていうのをしないと間に合わないので、もう本当にめっちゃ急いでもう無心で動く。顔洗ってスキンケアメイクして服着替えてみたいな感じで、本当に人生の中で一番シャキシャキして動いてる時間は朝意外とやる気するの。本当
そうぽやってる場合じゃないから、ちゃんいっぱい寝る分ちゃんとするっていう。そう、寝るために準備。そう、なんかでも昨日の夜眠れなくて、何時に寝たんかな、3時とか3時半とかに、4時とかになってしまって、なんかあんま寝れなかったかな今日。そう、さっき多分寝落ちしちゃったの。明日久しぶりにお仕事や早起きの気合い入れてください。おお、頑張るぞー。よし、おまさん、ほんとよ。毎日何時に起きるか伝えてる。何時に起きますって。寝る前に言う。ゆったり LINE で、部屋から。今日早く寝たい。私も今日がフェスぶりかな、仕事が。オンラインもでも当日きね、そう、今日のやつはもう申し込めないもんね。こんばんは。みーちゃんの家はホワイトボード一切使ってないですね。もう確かに、なんかでも忘れちゃいけんものとか紙に書いてドアに貼る。忘れ物は減ったはず。忘れ物しないとか持ち歩きない？わかんない、してるか。してるんかな。いや、ももにとってのしてるは多分ちょっとしてるはしてないに入っちゃうから、最近はしてないはずだよ。だってエアポッツとか絶対忘れてないもん。私エアポッツなくしてないよ、ずっと何年間か。そう、もうエアポッツなくしたらもう絶望するから、いっぱい頑張って確認してる。そう、片耳だけ部屋のどこかになくなったりして焦るんですよ。あれ？と思ってこうめっちゃ探しまくって、見つけて、あ、よかったみたいな。からなんかお母さんに、なんかエアポッツまだなくなってないの奇跡だねって。言われた。そう、携帯行方不明の、携帯はなんか部屋でなくすんよ、めっちゃあれってなってん、本当に。ママにも言われてる。
もなんか家にホワイトボードあるんだけど、あれにしてる、なんだっけ、絵を描いて遊んでるように使ってるから、家族の連絡用じゃなくて絵を描くように使ってる部屋なら探せば。そうだね、部屋じゃなかったら危ないけど、携帯なくしたら別の部屋で電話鳴らして探す。鳴らすよね、よく鳴らしてって。おもちゃらしい作り、なんかはでもなんかなんかさ、めちゃ無心でさ、ずっとこうやってハートを描きたくなる時ないですか？めっちゃさ、ノートとかにもやってしまうんですけどさ、無心でこうハートを増やしていて、こうやってなんてこうやってやってこうやってやってみたいな。あ、ないですか？めっちゃやってしまう時あるんだけど。え？なんか楽しいんよ。あ、龍の絵上手くなったよ私。だ、私今日龍上手くなったんですよね。あ、違う、待って、模様がまだなかった。そう、私無線でずっとこうやってやっちゃうんだけど。あ、角があったんだっけ。あ、角忘れてた。角かけば竜じゃん、竜じゃん、竜。そうだそうだ、そう、今日調べたから、今日調べたからね、うまくなったんですよ。まとりやすくない？確かに。まとりやすい。テトス。テトス書いてもこういう感じかな。なんか。丸いで、確かに。本格的なのはちょっと書けないんで、イラストっぽく書かないと。ちょっともうか。これ以上は。カイリー、確かにカイリーっぽいかもしれない。海がキラキラ、ポケモンにいそう、ほんと確かになんかいそうだ、進化前のポケモンにいそうだね。そう、年賀状とか書き留め、年賀状は2枚くらい書いたんですけど、でも書き初めしてないね。確かにいつもなんかやってたのにない、今年筆で書いてたよね今も。書き初めするならなんて書く、家で書いてる、持ってるかな、なんか持ってない気がする、筆とか。なんて書くかな、
感謝かな。でも感謝っていう字うまく書ける自信がないけど。やんちゃんのマネージャーになる。多分私がマネージャーさんになったら毎日ミスしかしてないと思う。メンバーを困らせる人みたいになってしまうよ多分。もう毎日あれ忘れてたって言ってる。やばいお子さん、やばいやろ。逆よ。マネージャーさんが起こさついけん、私が起こしてもらったらもう。あ、先生。隠そうやる、そう思った。隠そう。自分がスケーしなきゃと思って、メンバーが成長する。絶対ママの方が100倍成長せんといけんよ。あ、忘れ物、忘れ物だね。やばいね、忘れ物しそうだね。ていうか私がなんか今後こうなんか一人で自立していける自信がないんですよ本当に。なんならもうなんかもうバイトとかしても本当にもう一生怒られてそうな未来しかなくて。ちょっと怯えてるんですけど、ちょっと自立できるように頑張ります。それは言い過ぎる。でもさ、なんかなんかね、そう、私だってなんかこれとこれとこれとこれくださいって言われても一気に覚えられないもん。そう、なんだっけってなっちゃう本当に。伊賀もちゃん全力で平成なら守るよ本当。ありがとう。そうね、怒られず怒られちゃうけど、それも成長につながるよね。あ、タブレットです注文ね、多いよね。挨拶は大丈夫、挨拶なら任せてほしい。この4年間、いや4年間の前からです。私の中学校本当に挨拶めっちゃしないとすごい怒られちゃうというか、もうなんかめっちゃ挨拶してたよもう。全然喋ったことないなんか先輩とか全然にも、もう全員先輩なら全員に何て言ってたんだっけ、こんにちは、え、何て言ってたんだっけ、そう、え、何て言ってたんだっけな、おはようございます。え、でもSTA に入ってからはお疲れ様ですとかおはようございますとかなんだけど、中学校で何て言ってたか忘れちゃった。何て言ってたんだろう。でもとにかく本当にいっぱい挨拶してて、中学生の時からで STA に入っても挨拶はたくさん大事だからさ。ウィスじゃないよ。チースでもない。ちゃんと言ってたよ。でも何だったか本当に思い出せない。
中学校の時先輩に何て挨拶してたんだろう。直接会ってみたかった。ありがとう。やばいよ。ハローって急に言われたら。なんて言ってたんだろう。忘れちゃった。ちょっと今度聞いてみよう。誰元気と勢いがあれば大抵なんとかな。本当ちょっとでもあの礼儀正しく生きようと思ってます。みまる、おはようございますって言ってたのかな。普通に中立性やばいやばいやばい、怒られる。私の先輩がみんなだったら怒んないかもしれないけど、中立性とか言ってそう。礼儀正しい、人間はいなきゃ心配。いやいや全然まだまだよ。私まだあれよ、ちゃんと間違い敬語使っちゃうから、たまに直さないとって思ってます。もちゃん後輩だったら何でも買い与える。甘やかしてくれるじゃん。どんな間違い、でもなんやろうね。でも前までは了解いたしましたって言っちゃってたけど、それは間違い敬語っていうのをなんか知って、そこからかしこまりましたっていうようになりました。間違ってたんだと思って、そう承知しましたとか、なんか LINE とかでさ、そう了解いたしましたって送っちゃってたんですけど、承知しました、そう承知しましたとかね。なでもその時のあれよね、雰囲気にもあると思うけど、確かにかしこまりましたちょっと硬くなっちゃうから、でもちょっとかしこまりましたって言ったらなんかすごいなんか確か硬い。チュワネよ、チュワネよ。ちょっと他にも多分間違っちゃって使ってる、言葉事があるから、リネタンのメンバーのリプがすごい、そうリネタンから教えてもらったんよ。なんか了解いたしましたは間違い敬語らしいっていう話をしてくれて、そこで学んだから、そうリネタンのおかげで間違い敬語だったっていうのを気づけました。そう承知しましたがいいんだね。でもいろいろもうももは本当にね、なんか打ち上げとかの時にお仕事のに最初はね、もう打ち上げとかの時に飲み物をこう乾杯するまで飲んじゃダメとかも知らなくて、なんとなくみんなの周りをこう見て合わせてたんですけど、
そう、全く知らなかったから、多分まだまだ何も知らないことがいっぱいあるんだろうなっていう、そのちょなんでたの、うん、周りに、なんか周りの雰囲気でく、あ、ダメなのかなみたいな、あ、ダメなのかもしれないみたいなそうって思って、なんかダメなんかなって思いながらやめて、そう合わせてたんですけど、本当に最初は分かんなくて、そう好き飲んでお返すダメだよダメだよ、やっぱお友達とかしか行ったことがなかったから、普通にね、あの食べ物ね、屋さんとかに友達とかとしか、家族とかしか行ったことがなかったから分かんなかったのよ。そうだからね、多分いろいろまだ分かんないこといっぱいあると思う。座る場所とかもね、本当に。家族同士で待って、家族で来てたらもうグビグビって呼んじゃうから、そう、こんばんは、こんばんは、気づける能力があるよね、本当。同じ世代の他の声しっかりしてると思う。そうかね、なんかみんなもう桃のお友達とかなんかすごいしっかりしてるから、もう大丈夫かなって思う。みんななんかもうの友達めっちゃもう車めっちゃ乗ってて、それで大学行きながらバイトとかをバリバリしてて、しっかり者すぎてすごいなって思う。いっぱい勉強することがあって、そうだね、うん、高知だから車ないと移動が難しい。そうだね、広島も、広島もそうですね、の友達もみんな話してたから、車の学校の話ずっとしてたから、まあももはねしばらく車の免許は多分取らないと思います。あの 怖くてちょっとずっと怖くてちょっともうちょっとあのね、まあもうちょっと後でいいかなって逃げてるんですよ、逃げてるんです、もう取れるの、いや本当よ、何回も落ちるかもしれない。ボートの免許取って釣りに行こう、いいね、うん、でも絶対車に乗らないといけないっていう状況になる寸前までは焦ることない？僕も撮ったの22歳ほんと？やばるん、でも多分筆記テスト、でも筆記テストはねちょっとね、あの自転車教室というものでやったことが、まあ、ちょっと違う、なんかでも似たような、なんか標識とかだったから、そういうのはね昔ちょっとだけやったんですけど、船の免許って難しいの？絶対難しいよね、自転車教室。そうなんか小学校の時にあったんよ、大会みたいな、4チームぐらいとかの出場、もうちょっといたか、
8チームとか7チームぐらいの大会があって、ヘルメットかぶって自転車乗って方向よしみたいな感じで、なんかこういうグネグネした感じをこういっていったり、でピンを倒さないようにこうグネグネしていったり、どんなんだったっけな、なんか決められたところこうめっちゃゆっくり時間をかけていかないといけなかったり、難しかった。めっちゃボートは1週間ぐらいと、ね、大きい船はもう何年か、あそうなんだ、ボートとかだったら1週間なの。大きい船すごいな、大きい船難しいよね、想像しただけだから。でもめっちゃ難くて全然できなかった。じゃあ頭いいこと言ってやったとしよう、ちょっと勉強すればすぐくる、ほんまに。もう頭いいのって本当にほぼ言われたことないから嬉しいよ、ありがとう。あかりんさんね、うん、すごい本当に。いやゆっくり走る方がいい、そうそう、それをわざとめっちゃゆっくり行かんといけんやつ。そう、大きい船面接試験、面接されちゃうの、一輪車で行くか寝なくて大丈夫、ありがとう、心配してくれてありがとう。そう、じゃあ頭いいと思う、本当。でもなんか昔勉強してる自分よりは今勉強する方がまだまだ今の方がなんとかなる気もするけど、気がしてるだけかもしれない三人車でも、もうか本当に、何年自転車乗ってないんだろうってぐらい自転車乗ってなくて、乗れるならどんな車乗りたい、ちっちゃいやつ大きい車乗ったら多分ぶつける確率が上がっちゃいそうだから、モーカーサイズの車に乗りたいんです。モーカーサイズってなんだろうねいやトラックとかさ、バスとか運転手さんすごいよね、こんなに大きい車。屋根が開く車すごい、乗ったことない。自転車乗り方とやり方は一度覚えたら忘れないっていうから、そうなの、じゃあ乗れるか自転車、まだミニカー、ミニカー、めっちゃ同じこと考えて僕も刑事としてわかんない、関係あるのかな、どうなんだろうね。でもやっぱり難しいのかな、大きい車とかは。女の子が高い車乗ってるのかっこいい、かっこいいよね。もう私は絶対ね絶対かっこいい系女子にはなれないからで私じゃあ皆さんが乗ってる車の補助席に補助席、隣に座ってます、助手席だ、補助席はバスの補助席だわ席が足りない時につけるやつだろ、助手席に乗っておきますね皆さんも義務人乗ったことない義務人まず私見たことないかもしれない、見たことあるのかな、
助席つくよ補助席作ってくれる。あ、六本木とかバイバイして、あ、そう、え、じゃあ見たことあるのかな、通ってるの。自分で運転するというのが、え、そうなの？うん、1日貸し切りできるか、貸し切りか、すごいね。だから私全然車詳しくなくてね、わかんないよね全然。リムジンだからわかるけど、さすがに全然わかんない本当に。んちゃん免許と持ってないですよ。なんかゴーカートしかまだ乗ったことない、自分でゴーカート楽しいよね、ゴーカート。ポニーに、ポニーって何？やばい、詳しく全然知らない子だもんか。あ、馬の、馬の小さいのそういうことか、こういう、そういう車があるんかと思ってポニーね、マルチセブン。お馬さん乗ったことないな。なんかあるよね、でもそういう体験できるみたいなとこ。私はまだない。お兄さん、ポニーテール。ポニーテール。うん、お馬さん乗ったことないよ。あ、広島にもあるの？乗馬するとか。そんなん、知らなかった。ないね。ラクダもね、なんか乗れるよね。乗ってそうなの、いや、そんな、ちょっとそんなお嬢様なイメージが。どうせ年痛くなるの？そうなんだよ。お嬢様のイメージ、なんかね、あるかも。なんか漫画とかでよくお嬢様がお馬さんに乗ってるのを見たことがあるから、それでなんかお嬢様のイメージがあるかな。時々回るときめっちゃ大きく、そうなんだ。ちょっとやってみたいけどね。みーちゃんの執事お嬢様の夢、黒執事場で働く、本当？ちょっと執事、執事いる人いるのかな、でも日本にいるのかな。なんか私すごい憧れた時期あったんで、お嬢様にそう、小学校の時。いるの？お手伝いさんがいる家ね。すごい、見たことない。
ジーヤも帰りきちびまる子ちゃんのイメージがめっちゃ出てくる。ジーヤ、かべちゃん、どうなんだろう、お馬さんの歌うことあるのかな。すごいすごいわ、私もちょっとキリッとしとこうかしら。おーちゃんの部屋それ本当タイに転勤して部屋お手伝いさんと運転手すごいすごい、お手伝いさんと運転手さん、ひょえ、すごいね。前のあと使い方か、いやどうもね、すごいよ、多分もうめっちゃ高いってなるんやろね。希望の機種みたいな。振り落とされない確かに怖いってなっちゃう。50センチがいちゃうか、ほんとありがとう。こんばんこんばん、こんばんは。すごいね。こんばんこんばんは。23時、ありがとう教えてくれた。明日もちゃんと話してきてないし、また話そうね。そう待ってます。そう、2日連続の話し会ってなんか最近だったら珍しい。直接始まってからはさ、結構なんか連続あんまなかったから、そう今日もかけてありがとう。いやだ、3月の幕張まで全枠行くのありがとう。10枚目は今回が連続、そう今回連続初めて。今日の写真ありがとう。全然全然、2月の中の待ってるよ。今日話できてよかったね、よかった。もっといろいろイベントが増えてほしい。2月3月ね、まだわかんないけど何かね、会える会えるね、あれは欲しい、イベントみたいな。写真送るね、ガミ10回だろ。いっぱいなんかゲームする。
最終ファミで内容広くていいか。なんかさ、あれしたい。なんか人狼ゲームとかさ、なんじゃもんじゃ面白いよね。大人数でやると面白いゲームとかあるじゃん。でももうさ、結構なんか弱いんだよね、人狼ゲームとか。すぐバレてしまう、なんか表情で。人生ゲームしたよね。ドッジボール。やばいやばい、絶対モーカが一番やばい。モーカがずっと逃げちゃう。桃鉄したいね。私今スイッチで桃鉄してるんですよ。ファンクラブの会員証持って行って、あげちゃんって最初取ってきた。ありがとう。トランポリンで撮っても、すごい。バドミントンもしたいよね。いろいろあるんですよ、私もやりたいことが。釣りもしたいしね。マリオカートいいね。ドミントンだけは勝てる気がする。わかんないよ、もうか。この間パパにボロ負けだったから。天皇会の頃まだそうね、決まってないね。ファンミーティングしたいね、いっぱい。レクを 全部遊ぼうとしてる、本当に。そう、ST の運動会ずっとしたいって言ってるんよ。せっかくね、後輩ちゃんたちもいるから。ねえ、運動会したいんだけどね。寝顔？寝顔は撮られたことあるかな？どうなんだろう？知らぬ間に撮られてるのかな？誰か。どうなんだろう？運動会したいってメンバー結構いる。そうなんだ。いや、したいよね。だってなんか楽しいじゃん、みんなで。ワイワイできて。こんばんは。体育館じゃない。運動場か。運動場借りれる場所とかあるのかな？ユニット対抗とか言ってます。確かに。55分、やばい。でもなんかみんなでなんか何か滝行。 いや、本当に3期生頑張ってた。滝行本当にすごいと思って、そう見たんですけど、すごいと思って。もう私まだやったことないんですよ、滝行。山登りはあるんですけど、滝行はないの。なんかでもグループ全体で何かできたらいいなーって思う。滝行して全身あざだらけになって、やばい、気をつけて。そうなんだ。でも危ない、滑るよね。昔リコチのメールで、ね、寝てるももちゃんの写真。嘘、誰だっけ、誰だろう。 いつの時だっけ。 そうする今ね。竹は夏に、そうだね。ちょっと寒い時期だとすごい風邪ひいちゃいそうだよね。大丈夫だったのかな、みんな。3期生ちゃんちょっと心配だったのかも、見てて大丈夫かねと思って。
ごい、岩も滑りやすそうだからね、すごい大変。ゲバートの畳で、あ、なんか寝とったかもしれん。あ、そう、あかりんさんがそう、めっちゃ初期の頃寝とるやつよね、寝顔で。読むね。10歳のヒロピーさんありがとう。12のケイスティーさんありがとう。明日泣かない笑顔で話すんだ多分。ありがとう、待ってるよ。父の高木さんありがとう。みこもも可愛い、会いたい気持ちが増幅中、早く会いたい。おんかも会いたいよ、ありがとう、会いたい。10のサイダーさんありがとう。9のテリピーさんありがとう。8のももかろう侍さんありがとう。7の福ちゃんありがとう。明日の話か1時間目と3時間目、よろしくね、待ってるよ。6位のトシさんありがとう。おかげ大大大大大好き。土日の話か参加できなくてごめん。全然大丈夫だよ。また話せるときはいっぱい話そうね。ありがとう。5位のドラゴンさんありがとう。今日の話し会も幸せの時間だったよ、好き。ありがとう、来てくれてありがとう。4位のユウさんありがとう。ももちゃんのみこありがとう、最高ありがとう。終わっちゃう、大丈夫かね。3位のあみひなしさんありがとう。2位のたつさんありがとう。いそびでた大好き、ありがとう、大好き。1位の現場監督さんありがとう。今日はありがとう、また会おうね、絶対会おうね、ありがとう。ありがとうございました。私ありがとう、ありがとう。また明日もよろしくお願いします。今夜はそうですね、ちょっと明日の服の準備して寝ます。あ、まだ58分だった、よかった。ちょっと焦っちゃった、なんかもう切れちゃうと思って。おつもも早めにね、ちょっと早めに寝ます。おやももな、おやすみ。まだ1分ちょっとある、公園行くよ、待ってます。18日めっちゃ久しぶりの公園で、葵さんの生誕祭盛り上げれるように頑張ります。また明日。みんなもゆっくり休んでね。スクショ。おやすみ。おやもも。長めの。